ははいこんにちは坂上です、えー、と坂上塾の方では読書部というのがあって本を読む読書をしようということを言っています。例えば 1, 日、えー、あ1週間で1冊本を読むと年間が52週間あるものですから50冊の本が読めるこれを10年続けると500冊の本になると言っています坂上 A が1冊も本を読まないでも坂上 B は毎週1冊だけ本を読んで年間50冊そして10年間たつと500冊になるんですね。 それを例えば自分が何でもいいんですけども科学、ケミカルのことをやってるのだったらその本をずっと読んでいったら10年間で大きな差ができるんだということをよく言っています。なので本当にコツコツした 話なんですけれども、一歩一歩皆さんに本を読むということをやってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思っています。えー、電車の中、カフェで人がスマホをやっているときにこうちょっとかっこつけて読むという話もありましたが、まあ、それはそれでいいんです。やってみてくださいと言っています。 功績という本がありまして、これは、えー、薩摩藩の軍医として戊辰戦争に従軍した高木兼弘さんという方なんですね、海軍に行った方で、そして陸軍がも、えー、森外がそこの軍医だったんですけども、そこで「格華」についてなんですが、この方が正解だったんです。そして格華を直して、えー、日露戦争では格華によってなんと3万人以上が陸軍、つまり 森外が軍医をやっていたところでは、かっけっていうのは伝染病なんだと言って、えー、そちらは3万人以上死んだんですけども、この方が,あが軍医だった海軍の方では死者がほとんどなくなっていったとっいう話なんですね。ところが、なんですがこの,この本ちょっとむ、ちょっと難しいんですね <laughs> で。さっきおっしゃったように前半がですね非常に難しい項目がぶわーってあって、ですねあと,あとこの吉村。 さんという方の本なんですけど、アキラさんという、この方での本は、他の本もなかなかいい本多いんです。でもこう、非常に丁寧に事実を追うもんですから、前半がつまんないんです、簡単に言うと。で、さっきある方が挫折しちゃいましたと言いましたけど、正直に言いましょう、私、その辺読み飛ばしました。<laughs> <laughs> <laughs> そして、実はそういう本の読み方があるんだよということなの。どういうことかというと、この2冊で上下なんですね。 でその最初の50ページぐらいが非常に細かく事実をこうやって教えてくれるんだけどまあつまんないんですよ簡単に言うとで。でもとってもいいところは後半に中盤から後半なのよ。<laughs> つまり本を前半がつまらないと思ってやめちゃうと一番いいところを何て言うのかな、うんえー、読まずに終わっちゃうこともあるので。 簡単に言うと本当は小説はこういう読み方よくないんですけど僕はこれ飛ばし飛ばしで今週1週間でこの2冊プラスあと3冊読んだんですけどあのいいじゃないと簡単に言うと本を 本当に全部読まなななきゃいけないいけってこともないとも思うんですよ全体の流れがある程度分かればいいんで、飛ばしながら、あれ、あれ、どういうことだっけって言って戻ったりもしながら読んだんですけど、非常にいい本なので、あの挫折せずに最後まで頑張って <laughs> 読んでいただけたらなっていうのが私からのメッセージ。簡単に言うと、まあいいじゃんって、いい加減でもっていう <laughs> ところも、<laughs> 読書ってそういうところもあってもいいんじゃないっていうのが私からのメッセージです。ありがとうございます。